デバイスアーモリーから発売されたオリジナルのマウスパッド001をレビューしていきます。フラットパッケージで発送されてきました。さあこんな感じの見た目。最近のマウスパッドは美少女を描いたのがすごい増えてきましたね。この子はデバイスアーモリーの看板娘になるのかな、わからんけど。これは私の個人的な感想ですけど、ブランドロゴがこれでもかっていうくらいびっしりと描かれてるんで、もうちょっとシンプルでも良かったんじゃないかなと思いつつね。ただ評価したいのは表面で素材が異なる部分はないところ。ロゴだけ別素材みたいなパッドよくあるんですけど、それだとね滑りが変わっちゃうので全部同じ表面の方がいいと思ってます。フラットパッケージなだけあって巻き癖はなくて、ゴム臭さもあまり感じません。サイズは一般的な 490×420mm という大きさで、厚みは 4mm。 国産ポロンフォームが採用されていて、しっとりと滑らかなフィーリング。中間層は柔らかめ。アーチザン0ソフトと比較してみたんですけど、デュロメーターの数値的には001の方が少し高いんですよね。でも実際に触ってみると001の方が中の方はね柔らかい感じです。表面のコーティングなのか若干表面が硬いのかな。エッジはステッチ処理されていて鮮やかな緑色をしています。ほつれなどはなくて綺麗で、手首を乗せても全く痛くありません。高さはパッド表面と同じくらいかな。マウスが端を通過しても特に引っかかりはないですけどね、なんかちょっと浮いちゃってるっていうか、端がね反り返っちゃうんですよね。端っこなのでそんなプレイに影響はないとはいえ、少しだけ気になるかも。包括性はしっかり押さえつけてあげると机に張り付くレベルのグリップ力を発揮します。引っ張るとくっついてる感じがわかりますけど、とても優秀だと思います。触り心地はスムーズ、ざらつきや抵抗感は少なめ。湿気対策の防水コーティングがされているようですが、水を垂らしてみるとこの通り水玉のように弾いてあまり染み込みません。しばらく使ってるとコーティングが剥げて操作感変わってくる可能性ありますね。そこだけ注意かな。素材をマクロレンズで見てみるとこんな感じ。横方向の長い折り目のある布タイプです。スピードはバランスタイプでちょっとスピード寄りですね。コーティングの影響もあると思うので、経年劣化で鈍化する方向になるのかなと思ってます。ちなみにそこのポロンフォームのマクロ映像はこんな感じ。拡大してよーく見てみると小さな泡が見られます。板をざっくりこれくらいの角度で固定、上にマウスパッドを敷いて WL マウスビースト X で上を滑らせて横方向の速度を見てみます。赤外線センサーを取り付けてマウスのスタートとゴールの通過を検知します。それがパソコンに1ミリ秒単位でデータとして送られるようになっています。気温は 27.3 度、湿度は 71% という条件。この条件によって滑りって結構変わっちゃうんで、今回はマウスパッド全て測り直しました。このようなグラフになっています。上の方が速くて下の方が遅いです。スピードバランスあたりであるマウスパッドと似たようなスピード感。初動はちょっと軽くて、縦横の滑りは横方向が少し滑りやすい印象。触った感じですね、あくまでバランスの範疇で気持ち速いくらいのスピード感かな。なぜかというと力を入れないで滑らせると結構抵抗感は少なくてスーッとスムーズに滑るんですが、中のフォームが柔らかめなので止めもできるって感じです。例えば数値的には黒3の方が遅いですが、実際に使ってみると001の方が少しコントロール寄りに感じます。力を込めてスピードをコントロールしたい場合にはいい摩擦感を得られます。汗かいてきたり手首がしっとりすると摩擦感はちょっと強めに。なのでアームカバーも相性いいです。 CWX 使ってみましたが問題なし。値段は7500円で販売中。最近のマウスパッドで言えば平均的な値段だと思うんですけど、3000円から4000円だった頃が本当に懐かしいですね。あんまり緑系のマウスパッドって多くない気がするからいいかも。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。